どうもしゅんです。こんにちは。日本エコジニアという会社にお邪魔しています。こちらにいらっしゃるのは、日本エコジニアの代表の渋谷匠さんです。はい、よろしくお願いします。渋谷さんは、元ヤンで中卒なんですけど、今、年商70億の会社を経営されているという、叩き上げの経営者の方です。で今回はですね、中卒エフランでも社会で活躍するにはどうすればいいかっていうことをテーマに、渋谷さんにインタビューさせていただけたらなっていうふうに思っています。具体的にその0円の状態から始めて70億まで行くっていうのは、はい、どういうふうに成り上がったんですかね。長期的な人間関係を築き上げること、はい、これすごく大切なことなんですね、はい、どうしてもビジネスライクになると突発的にすぐに対価や報酬を得たくなる。大事なのは収益を得続けるというところっていうのがすごく大事な考え方で、すごく分かりやすく言うと、リンゴの木がそこにありました。リンゴの木ごと売ってしまえば確かにすごいお金になるんですけど、もう二度と果実は得られないんですよね。ただリンゴの木を大事に大事に育てていけば、そこで必ず収穫が得られるんですよ。持続的に5年10年にかけて。人間関係もしっかりなんですよね。やっぱりこう自分も当時はその人との人間関係とかっていうよりも、目先のやっぱり利益を求めてその人と疎遠になってしまったっていうケースいっぱいあるんですね。今思えばあの人とつながっておけばもっと継続して少ない対価だったかもしれないけども、大きな利益を得られたなっていう。だからやはり長期的な観点で人間関係を構築していくっていうのがすごく大切で、大前提ビジネスなんですけども、でも実はやっぱり人と人がやってるもんなんだから、人と人の関係を一番大事にしていかないといけない。なるほど。これ大前提。自分自身の人間力の成長には常に貪欲でいてほしいですよね。自分の器以上には会社は大きくならない。あ、絶対そうです。そのおっしゃる通りです。いや、器はでかくします。広げてください、はい、会社の面接に来る人も全員採用するっていう、ちょっとその考えもちょっと聞いてもいいですか。例えば A 君っていう子が面接に来たとして、あまりこう弊社が求めてる学歴と違うし、まあ、資格も弊社が求めてる資格でもないし、なんか喋り方ちょっとこう生意気だしとかっていう、まあ、そんなにこう表面だけで評価したんじゃ到底こう人間性ってとこまで考えが進まないんですね。大事なのって経営者としてどんなカード、まあ、どんな人でもやっぱりこう使いこなせる、その人を輝かせるっていうところに経営者としての意義があるはずなんで、うちはやっぱり若者の育成啓発っていうところに力を入れているんで、我々がそれをこうスルーしちゃったら、その子どこで受け皿を見つけることができるのかなっていうふうに思うし、そういうのを解決していくのも企業の仕事だと思うんですよね。健全な若者を育成していくっていうところ、だから全然人が増えたなら増えたなりの仕事を考えていけばいいじゃないですか。みんなでどうしたらみんなでその一人に対する費用対効果を取れるか、給料に対する費用対効果を取れるか、みんな当人も含めて考えていけばいいじゃないですか。それがやっぱりこう主体性のあふれる社員がいる会社なのかなっていうふうに思います。なるほど。学生時代を終えてから働くまでにハンディギャップっていうのは感じたと思うんですが、どのようにして乗り越えましたか。まず一つ、その反骨心は絶対持ってましたね。一般的な学歴がある人には負けたくないっていう気持ちは、もうほんと常に抱いてましたね、自分の中で。開き直っちゃダメなんでしょうね。開き直らないで、やっぱりすごい悔しがる気持ち、絶対負けたくないっていう気持ちは、もうこれはもう一番大事なところであって、根幹に持ってこなきゃいけないのかなっていうふうに思います。なんか活躍する上で気をつけたこととか、今意識していることみたいなのがあればお聞きしたいなっていうふうに思います。人の価値って意外に過去で決まんないんですよ。今までっていうのはあくまでこうきっかけでしかなくて、大事なのは今日から明日以降のことなんですね。自分自身の将来値、期待値みたいなところを自分が一番信じてたというか、確かにない、だけど自分はこれからできるんだっていうところを、まずは根拠のない自信にすがるんですけども、それをだんだん根拠のあるものに変えていけばいいだけの話なので、ぜひですね、今日までの自分が嫌いだったっていう人も、これから本当に明日からの自分っていうところにもう一回ベクトルを直してもらって、どうにだって軌道修正はできると思うし、そこにちゃんと悔しがる気持ちさえあれば、諦めない、言い訳しない気持ちさえあれば、絶対に輝かしいものになっていくかなって思うんですよ。なるほど。選択をするにもあまりにもカードがなさすぎる中で選んだ生き方なんだから、間違えるのは当たり前だし、例えば車の専門学校に通ったけど、車の仕事を絶対しなきゃいけないわけじゃないんですよ。親御さんにね、お金出してもらっちゃって、こういう専門学校に行かせてもらったから絶対に私はこの職に就かなきゃいけないって、多分いっぱいいると思うんですけど、それはそれで必ず専門的なところ以外にも学んでることいっぱいあると思うんで、そこを気にしないで、過去っていうのはあくまで、特に専門的なものに関しては、まあ、自分のカテゴリーが一つ増えたぐらいで思っておいて、そこで携わってきた人間関係とか、そこで成長した自分自身とかっていうのがすごく大事なんで、あんまり細かいこと気にしないでいいんですよ。
常にポジティブに考えて、自分の今までの境遇をポジティブに考えて明日への精神力にするっていう、このスキームだと思うんですよね。確かに、はい、渋谷さんの会社は他にも自分の給料を自分でプレゼンするプレゼン制度であったりとか、歩合制かつ固定給みたいな面白い給料制度があったりとか、他にもなんかいろんな取り組みをされているので、気になる方は渋谷さんの YouTube チャンネルを最近開設したので。あ、そうなんです、はい、ありがとうございます。下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。